はい、おはようございます。まこじです。いよいよ始まったよ、フロートボート乗降。今日も頑張って撮れたらいいね。で、今日は土曜日なんで、土曜日の今6時半です。頑張って早く来たけどね、ちょっと一回ここぐるっとね一周回って、ちょっと様子見ながら、どっからエントリーするかとか、まあ、もろもろね見ながら来たんで、で今日さすがにね土曜日ちゃんなんで、いっぱい人はいます。ここは普通にね、あの釣りとかね、船釣りも有名やし、バス釣りもそれなりに有名なところです。でもね、カメラはちょっと下方向的にね、あの位置づけでちょっとやりたいなというふうには思ってます。ちょっとね、あまりにもこうあからさまに場所割れっていうのもね、ちょっとしたくないんで、まあそういう感じで今日はやっていきます。まずやっぱり一発目は朝一夜からビッグベイトなみたいで、
食わねえな、食わねえな。よっしゃ、バレんなよバレんなよ、よっしゃ、来た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 、これあ、出す出す、え、おしゃ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 、いらっしゃいらっしゃいらっしゃい、よし来た、よし取った取ったやったぞやったぞ、あ、次に取った、ケール持ってこんかった、よし、サンキューだわ、おい、サンキュー、45やと振ってえな、ご苦労さんな、ナイス、サンキュー、結構釣られとんな、よし、サンキュー、わしゃわしゃわしゃ、お、またチームおる、で、よーく見てほしいけど、とりあえずここの穴の大きいやつで、この針の種類で言ったら、これやから毛糸用とか刺繍糸用とか、そういう風なタイプのやつやったら大丈夫やと思います。でね、こっちのやつは本当に頑丈でね、太くなったら今度穴が大きくなるんで、ラバーが緩く止まるようになるんで、なるべく細身でここの穴の大きいもの針を探してみてください。いろんな針あると思うんでね、それを使って、自分は今回はこっちの方のこの短い方、これを使ってやっていきますね。サイズ的なものを見て、自分は今回ちょっと真ん中ぐらい使おうかな。で、壊れた時のね、このこういう風な穴とかね、そういう風なものもこう加味しながら、こっちから切った方がいいかな、大きめで、お尻の方がいいかな、お尻、よし、大胆にいきます。ではまずは今回はお尻の方を使って切ります。はい、で1センチちょっとかな、上下とかのバランスも加味しながらちぎります。一度やってみましょうか。この釣り糸、釣るかどうか分からんけど、こう切りたいところにおい、ぐるっと一周回して、
まっすぐ、これリブ付きの方が分かりやすいかもしれない、ね、で、これ分かるかな。で、このまま両サイドを引っ張っていきます。本体が回らないように絞ってグイーッと、お、硬い、硬いじゃないか、危ないんで置いてやります。グイーン、はい、切れました。はい、こうやって切っても切れるんでね、あのこの方がやりやすいかもしれないです。でもちっちゃかったらコロコロしたりしてあれなんだよね。この辺は切り方は自分でいろいろ考えてやってもらったらいいと思います。あ、とりあえず今回これ使います。針の糸に通します。これがね、もう糸に通せないんですよ、目が。押して、長さ分かるかな、ちょうどこれ真ん中に針のこの真ん中、両方の長さを揃えた状態でちょんちょんとここ引っ張って、ここの真ん中出します。こんな感じで、でこのまま刺していくんですけど、6面サイコロって6面あるじゃないですか。で、あの6面のうちの片面から片面で、基本今使おうとしてるのはちょっとこれ台形の形になっとると思うんですよ。これこのままね、あの長さ切っただけで使うんで、あの元々の本体の形を利用してやるんで、まず正面をちっちゃい面にして、後ろをでかい面、そして水色を上にして、このクリアの方を下にお腹に しようっていうような作り方でやっていきます。で、刺し方は全部一緒です。1面4箇所、角角4箇所ぐらいのイメージで刺していきます。もうあとはもう何にも考えなくて別にいいんですよ。自分の好きなように刺していく。こうやって刺していきます。で、抜いていきます。で、抜くときにこのまま引っ張ったらラバー切れます。で、ちょっとだけ顔出したら、このラバーを持ってラバーを引っ張ってください。で、両方とも同じような長さになるぐらいまでニュッと一気にギュッて引っ張ったらプチッて切れますよ。あ、ハサミ持ってきてない。切る。はい、こんな感じで、今上の方2箇所こうやって出て、1箇所から2本ずつ出た、こんな状態になってます。これを3方向からこうやって刺していきます。はい、というところで途中は割愛させていただきまして、ファイナルの1本刺し終わりました。で、こんな感じに仕上がります。それではまた、よろしければね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。